演舞開演。どうも、本日は知らん綾鷹の箱が先日は届きました。そして中にはこのように2種類の綾鷹が入っています。濁りほのかの方は以前に紹介しましたので、今日は白の通常の綾鷹を飲みたいと思います。では飲んでみます。程よい苦みが後から少し来てさっぱりと、とっても後味よくいただけました。甘いの甘味のお供にぴったりですね。ご視聴ありがとうございました。濁りほのかの動画へのリンクはこの辺りに載せておきます。それそちらの方もよろしかったらぜひご覧ください。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。